新三田駅は兵庫県三田市福島にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG62。JR 宝塚線の愛称区間に含まれており、1986年11月1日の福知山線全線電化と同時に開業した、運行上の境界駅の一つとなっている。 直営駅で愛子家や相互利用対象の IC カードが使える。福知山線は天ヶ崎駅東駅間が近畿東括本部の管轄であり、北隣の高野駅福知山駅間は福知山支社の管轄となる。近畿東括本部、福知山支社の境界は東駅の上り第一場内信号機である。東駅はアーバンネットワークに属しているが、 福知山線の JR 宝塚 JR 東西学研都市線運行管理システムによる運行管理は当駅が北限である。プラットホーム島式に面四線のホームを持つ地上駅。駅舎はペンション風の三角屋根になっている。ホームは森土上にあり、コンコースとホームは地下道や湖泉橋で結ばれている。バリアフリーの一環として、 小線橋にエレベーターが設置されている。外側の2線が本線、内側の2線が下り、副本線で、当駅で折り返す列車はすべて内側の2.3番乗り場を使用する。篠山口駅、福知山駅を発着する列車は朝のラッシュ時を除いて、外側の1.4番乗り場に停車する。JR 東西線の開業と同時に、 篠山口川に留置線が設置された。改札外には、キオスクとハートインがあったが、キオスクは2014年12月28日限り、閉店し、ハートインはセブンイレブンに改装されるため2015年10月28日限り、閉店、2016年1月10日に、再オープンした。日中は1時間に、区間快速4本のパターンダイヤとなっている。 4本中2本は東駅で大阪方面へ折り返す。一部は東駅で特急の対比を行う。朝晩には丹波路快速、快速、普通も運行されており、JR 東西線や学研都市線に乗り入れる列車もある。朝ラッシュ時には東駅始発で大阪方面、東西線直通の上り快速が多数設定されている。また、 特別料金が必要な列車の特急、コウノ野リは、通勤利用客向けに、朝の新大阪駅上りと夕方以降の福知山、豊岡行きの下りが停車する。始発列車は4時台である。利用客数は、隣の三田駅とほぼ同じで、福知山線内では5番目に多い。ウッディタウンなどの北雪三田ニュータウンから、バスや、マイカー、バイクや自転車などで当駅まで出て、 大阪方面へと向かう住民が多い。当駅が始発となる列車が多く、おおむね座って大阪方面に行くことができるため、神戸電鉄の公園都市線経由で、三田駅に出るよりも利便性に優れる。所要時間も短く、運賃も安い。混雑時には送迎のマイカーが多く見られる。なお、近隣の工業団地、テクノパークなどの開発などもあり、朝の下り列車。 夕方以降の上り列車への通勤客の利用も多い。兵庫県統計所及び三田市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前国鉄末期に開業した当時、周囲にはほとんど何もなかったが、三田市のニュータウン開発により、ウッディタウンカルチャータウン等の玄関口として、急激に発展していった。三田市の三田駅周辺を視覚 ニュータウンを複角と位置づける都市計画により、その他の地域では開発が抑制され、新三田駅周辺も市街化調整区域に指定されて開発が行われなかった。このため、駅周辺には農地が広がり、立ち寄るような施設は何もない。しかし、乗降客からの要望もあり、三田市が方針転換し、2016年春に、 駅周辺の土地が市街各一期に指定変更され、商業施設やオフィスの集積地となるように開発が行われることになった。2017年9月に土地区画整理事業が認可され、2018年1月に着工し、5.3ヘクタールの土地を10億5600万円を投じて開発し、2021年3月の工事完成を見込んでいる。下記の施設等は、 ほとんどの場合バスやタクシーへ乗り継ぐことになる。駅前には大規模な立体駐輪、駐車場があり、パークライドを行う利用客も少なくない。マイクロバス用の駐車スペースもあり、送迎バスなども発着している。新規バスの新三田駅、バスターミナルがあり、6つの乗り場といくつかの折り場が設けられている。同社の主要停留所の一つとなっており、 定期券発売所やタクシー用の乗り場も併設されている。ニュータウンへの玄関口として機能しており、特に朝の上りは相当数の便が設定される。また深夜帯の運行も充実しており、最終便は松井山手始発の普通電車と接続するため、一般路線のバスとしてはかなり遅い24時55分発である。ABCDEFGHIJKLM 兵庫の鉄道全域 JR 三石神戸新聞総合出版センター2011年12月15日110ページ ISBN 9長7843億4300万 6028ABCDEFGHI 鉄道ジャーナル第21巻第1号鉄道ジャーナル社1987年1月69から82ページ 兵庫県統計所三田市統計所新三田駅前第2の玄関口へ区画整理が本格着工。神戸新聞ネクスト2018年1月12日閲覧。ありがとうございます。